テキサスヒルカントリーとは、アメリカ合衆国テキサス州中央部に広がる、丘陵地帯のことである。州都オースティンの西高、州第二の都市サンアントニオの北高から北西高にかけて広がっている。この地域の土壌はおおむね石灰岩性で、表層度が薄い。そのためこの地域では鉄砲水が発生しやすい。カルスト製の地形であるため、この地域にはいくつかの小入道も見られる。 この地域の小乳道群の中でも規模の大きい部類に入るものは耐水層を形成し地域住民の飲料水源となっている。テキサスヒルカントリーの大部分はオースティンのダウンタウンを流れるコロラド川の流域に含まれている。丘陵地帯の東端にはオースティンやサンアントニオをはじめサンマルコスやニューブローンフェルズなどいくつかの都市が発達している。これらの都市はかつては 川を遡って船でたどり着ける最上流の地であったため、ピードモント大地東園の多機船都市群と同じような形で都市が形成され発展していった。現在ではこれらの都市は週間高速道路 i-35 で結ばれ、オースティン都市圏やサンアントニオ都市圏の郊外都市になっている。また、サンアントニオからは北西に週間高速道路 i-10 が走り、 テキサスヒルカントリーを貫いてサイアントニオの中心部から約1 0 0トルに位置するカービルなどを通るカービルの北には歴史的な街並みを残すフレデリックスバーグの街が一致しているテキサスヒルカントリーは第36代大統領リンドン・ジョンソンが生まれた地として知られている地域内のジョンソンシティにはジョンソンの所有していた農場が残っているまた テキサス州屈指のワインの産地としても知られ、地域内には、ぶどう畑やワインの醸造所が多数存在する。二つの大都市の近郊にありながら自然環境に優れ、歴史的な街並みや農村も残り、ワイン醸造所でのテイスティングもできる。この地域は、オースティニア・サンアントニオからの日帰りの観光、ドライブルートとして、脚光を浴びてきている。 テキサスヒルカントリーは文化の多様性に富んだ地域でもある。この地域では植民地時代にテキサスを領有していたスペインをはじめ、ドイツ、アルザス、スイス、オーストリア、チェコなどからの移民が持ち込んだ文化が融合して、食文化、ビール、建築、音楽に影響を及ぼし、南部や南西部の他地域とは異なるテキサス的な文化が作り上げられた。例えば、 ドイツから持ち込まれたアコーディオンは、土着のメキシコ系テキサス人の音楽に影響を及ぼし、19世紀には、手派の音楽におけるポピュラーな楽器となった。ありがとうございます。